はい、ネット求人のね、第一趣旨、入院します。ちょっとね、画面の右の方に、ずれてきましたので、左の方にね、修正します。あとね、こちら側に1本、こちら側に1本、2本だ出すんでね、片側に寄ってしまいますと窮屈になってしまいます。まあ、ちょうどいい具合にね、真ん中に行くように、成長点の位置を調整します。これももうちょっと左へ行ってほしいですね。まあ何が何でもってわけにいかないんでね。はい、1本終了です。はい、続いてこの隣ですね、 B 株です。両方ともね、1m50 超えてきてますね。そろそろ第2足子、第3足子、あ、第2種子ですか、足子じゃなくてね、はい、第3種子を決めていきたいんですけど、まだ受精の強い足子が出てきてません。もうちょっと経ってからですね。じゃあ、キュウリの誘引終了です。おいしょ。はい、続いてね、トマトの誘引します。トマトは2本仕立てです。はい、トマトはね、2本仕立てにする予定です。こちらはね、もう第1種子、第2種子ほぼ決まってるんですけどね。どこへ縛ろうか。紐をかける場所がない。これは脇だから。はい、脇目をかきながらね、紐をかけていきます。よいしょ。
2本目かな、これが。強い枝が出てますね。早めに取らないと。よいしょ。この株は結構下の方の段に強い枝が出てます。はい、動画の方はね、ワープします。よいしょ。よいしょと。はい、トマトの誘引終了です。はい、野菜畑オートカルチで進行します。
終了です。ビリンのね、高さ調整のネジが緩んでしまいまして、高くなってしまいました。この後ちょっと調整します。動画の方は終了です。はい、かぼちゃの基板のね、下からします。今回はね、マキタの充電式使います。動画はワープします。はい、かぼちゃの木は草刈り終了になります。はい、この後キュウリの収穫してね、今日の農作業は終了になります。はい、キュウリの収穫します。まず A 株です。はい、中段ですね。ここに1本。はい、これ1本です。よっこいしょ。よっこいしょ。これ1本か。これもちっちゃいな。はい。株1本ですね。はい、夕方は1本です。よっこいしょ、よいしょ。ちょっと見たらね、取れそうかなと思ったんですけど、まだちっちゃかったですね。はい、続きまして B 株になります。
まず第一種子からいきますか。よいしょ。第一種子、真ん中あたりですね。はい、ここになります。この裏側ですね。ちょっと見にくいんですけど、よっこいしょ。はい、ここに1本なってます。第二種子ですね。すぐ隣にありました。はい、これですね。はい、夕方はね、第1じゃなかった、 A 株が1本の B 株が2本ですね。はい、合計3本収穫になります。今日の作業はこれで終了です。お付き合いありがとうございました。はい、畑にね、キュウリがなってたの忘れました。はい、C 株ですね。C 株、2本です。ちょっと短いんですけどね、元なりなんで取っちゃいます。うちはもうの元なりからバンバン鳴らしちゃいます。まあ、こっちのが本数稼げるんでね、なんでも元なり取っちゃうんだろうと思ってね、よくわかんないよね、もったいないもんね。はい、元なり2本鳴らせました。でね、今見ましたら、第二種子候補が出てきましたね。はい、この右側、ここにね、第二種子候補が出てきました。何節目だろう。一節目ですね。一節目に第二種子候補が出てきましたね。あとどうだろう、第三種子はまだ分かんないけどね。一節目に第二種子候補が出てきてます。この左側に向かってますね。はい、こちらの C 株は順調に生育しております。はい、じゃあ C 株2本収穫ですね。はい、これで本当に今日の作業終了になります。はい、お付き合いありがとうございました。C 株2本収穫です。